一馬のいちゃーん <laughs> ということで今年最後のいちゃんの時期になってしまいました長野市議会議員小泉和真でございます2016年もさようならという時期でございますが今年最後のいちゃんいきますいちゃんず皆さんついてきてくださいねほんとにねでね 第5次長野市総合計画等身案でブチ切れたのましきでございます。これあのね長野市総合計画っていうのをね作ってるんですこれ10年計画です。今後の10年間をどうやって作っていこうかっていうことね今長野市はね市議会とかねやって盛んにこさえているところなんですねでこの間ね。 で、いよいよその行き,き詰まりじゃないあの大詰めに来てまして行き詰まってないです大詰めに来てましてこのね総合計画答申案いよいよこれ市長さんにねこれでお願いって審議会の方々が出す前の段階まで来ましたでね12月議会終わってすぐ議会にもねこれでどうですか議員さんって 持ってきてくれてでね全協議会っていうのをやったんですよねでこういうのをやるのってね珍しくてだって10年に1回ですもんねで小泉もねしゃかりきになって発言したんで,すでねだからこあねただけなんですよ小泉から見るとねこれ見てくださいこの付箋この疑問疑問ね小泉の疑問がこんだけついているってことなんですよ付箋学習してました事前にね。 で、あの、しゃがになって、そういうね、10年に一遍の機会なんで、小泉次の10年の時にね、議員やってるかどとかはわかりませんよ、はっきり言ってね。じゃあ一緒に行かに機会かもしれない、議員として。だからもう、張り切れざらはえないですよね。でね、かおかしいとこってあるんですよね。まず、この前期基本計画っていうのがあって、前期基本計画っていうのは何かっていうと、10年のうちの前半、つまり今後の5年間ですよ。で、 <laughs> 5年間でねじゃあ何をするかっていうところで歌っているところがまずこれねまずあの冒頭こんな風にやっていくんだよって施策体験が出てくるんですでここでねいきなり人口増加に向けてって出てくるんですよ人口増加に向けてちょっと待て人口増加に向けてって今すでになんかあの人はね人口減少局面着実に左肩下がりの局面に入ってるってことも皆さん重々重々ご承知でしょ でその中にあってね人口増加に向けてって何超えてんだとたら念仏国だと <laughs> 言ってもいいですかねあのねこれね人口増加に向けてっていうのをね全ての施策にねかけてんですよテーマ1「魅力ある地域づくり」「にぎわいあるちづくり」それから「活力あるちづくり」の3本の共通するお題目として人口増加に向けてっていうのをね 作っちゃってんですよ、今、長野市は。今後の10年間ですよ。で、こんなのはっきり言って嘘なんですよね。人口増加に向けてなんてことできるわけないんですよ、長野市だけが。だという、他の市町村、国も含めてね、みんな人口減少に備えよう。なんとか定住人口確保しようって、どうやってソフトランディングさせるのか。そこに、 着目した施策展開してるのに、長野市だけ人口増加に向けてなんてことね、できるわけないの。こんなことできるの東京だけですよ。日本で言えばね。 で、そう、だけど、そこ質問したのはね、議員の中で2人だけ、俺とね、公明党の小林秀子さんって方、そんだけですよ。で、小泉が一番しつこく聞きましたけどね、で、これがね、どんがおかしいかっていうとね、これ、ぺろっとめくるじゃないですか。じゃあ、人口増加に向けてやっていくんだね。それだけ、こんだけの施策展開していくんだね。ふんふんと思って、ぺろっと見ますよね。ペロッと見ますよ。もういきなりですよ。 で公共施設、一気商談にまた持続可能な行政運営の確率ってあるんだけど、公共施設については皆さんご存知ですよね。今後20年間で床面積を20倍減らすって長野市は言ってるんですよ。人口が減っていく。だから公共施設も減らさなければ維持費が膨大になっちゃって、今後財政が回っていかない。しょうがないんです、これ。で、そういうことをやろうって長野市も、公共施設マネジメント指針で決めたばっかりなのに、人口増でしょ。 で、じゃあ人口増加させたくるなるじゃん。方針変更するのかなと思って見てみると、公共施設については公共施設のマネジメントを指で示した、今後20年間で床面積を2割削減する目標を見せ、両と質の両面から計画的見直しが必要ですと。同じこと言ってんです。人口増えていくなら公共施設だって減らしちゃダメじゃ増やさなきゃダメですよね。ですよね。だからこれ、内容が全く整合は取れてないんです。 で,おかしいでしょっていう話でこれについてはねさすがに小泉もおかしすぎるよなということで市長とね実は直談判しましたこのあとね市長さんに会って「市長これはいくらなんでもねおかしいですよと」とそれは加藤市長のお気持ちがわかる人口減少人口減少言ってると暗くなっちゃうからねお題目だけでも人口増加 でなんだっけ人口減少対策課の名前も人口増推進課かなんかにしましたよ。そうやってね言葉遊びやってるうちはいい。だけどこれはね今後の10年間使う計画ですよ。でそのね最初の5年間で人口増に向けてっつってそれは人口増に向けて加藤省のやってるうちはそれでもいいかもしれないけど次の市長誰だかわかんねえしその時んだよこの計画ってすぐね計画作り直すようになったったらそれはそれで。 コスト負担は市民にしわ寄せですよねって。本当に人口増するんだったら、もう全部書き換えなきゃだめでしょ、市長って、どう考えてんですかっ言ったら、いや、それはおかしいと思いますって、市長も言ってまして、あれってあれどかじゃなかったんですねっていうことで、いや、それはおかしいと思います、直すんじゃないかなみたいなことをね、市長おっしゃってまして、あそうなんですね。じゃあ市長の意を 気にしすぎてお役人がこんな表現使っていたんですかねみたいなことでなんか小泉も勢いつきすぎちゃってちょっとなんかねあのガクッていう感じになっちゃいましたけどそんな感じで修正されるのかなって小泉はねまあ人口増に向けてじゃなくて例えば定住人口確保に向けてとかね やっぱり人口減少対策とか人口維持とかねその程度の表現にしておくべきじゃないかなと思いますよねそれがあのリアルな政治ってもんですよ政治っていうのはリアルじゃなきゃいけないですからね一面ねでねあのもう一つだけこれねこれちょっと長くなってごめんねあのねあのでこれね今後のねあの目標値なんかも書いてあるんです数値目標でいいんだけど数値目標が大事なんだけど 何なのその数字目標っていうのは、はっきり言ってたくさんあります。で、これね、例えばここにあるんだけど、これね、あのね、現状値が9.9%なんですって。で、10年後、10年後には5年後ね、前期だから、前期計画で5年後に0.1%増やして10%にするんですって、9.9%を、10. 1 0 1に、あ、10%パ、10.0%に0.1%増やす。 それが目標だって。それさ、だけど、統計で0.1%ってどの程度の意味があるのそれ、誤差でしょ誤差だよねって。もうちょっと野心的な計画目標を立ててくれよって小泉は苦言を呈しまして、さすがにこれはね、見直すって言いましたよ。で、これだけじゃ、これはね、何かっていうと、あの、 えっとね、公民館の、ね、若い世代を中心に利用される率なんだそうです。20歳代から40歳代が今現状時9.9%だけど、10.0%に0.1%だけ増やして今後の5年間の目標ですほ、うんお前、今シュッて言ったね <laughs> それ。それね、ダメだよ、飲み物飲みながら取ってちゃ <laughs> それね、<laughs> まあいいや、9.9%を10.0%でするそれが目標じゃおいくらなんだって、市民もそのために税金。 喜んで払えますってことにはならないですよ。ね ?9.9% だったらせめて15%にするとかさ 12%13% にするとかさそうじゃないとその0.1%増えちゃうだからなんだってさ、統計誤差だろって話じゃないですか。っていう具合にねこの付箋の数々小泉の疑問の数々です「検討します見直します」っていう表あの、ね、回答たくさんもらいました。 だけどねここまでねやって10年に一度の発言機会、本当に俺はこれにね燃えてやるってやったのはあのね長野市議会の中で発言したのはねもう全員協議会で全員発言できるんですよ、議長以外は。だけどね、3分の1ぐらいだよね、12、3人ぐらいだと思いますよ、こう,いうのか,後から数えたらね。だってさ、それ以下なんでもあれじゃないあのいいやいや 今後10年間決めてるけど、いいよ。これでやって。俺あんまり見てないけどそれでいいのかってことですよ。議員として皆さんが票もらって。60万円月給もらってんですよ。この時発言しなくて、いつ発,いつ発言すんのが。もう本当にいろんなことにね、小泉はこの機会、もう行政に対しても市長に対しても議会に対しても切れまくりでした。もう来年もね、きれっ切れでいきたいと思います。ほうとして、きれネタ。 キレキラで頑張りますい